こんにちは。こんにちは、あゆ先生。今週一緒にベルビントをしませんか？すみません、ちょっと。今日はあまり元気なさそうですね。そうですね。DDTV KPM。Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM. Saya Nurul Huda Abdul Aziz. Hari ini mata pelajaran Bahasa Jepun Tingkatan 5 dengan subtopik Genki. Lazimnya kita tanya, oh Genki desu ka? Tapi apa maksudnya Genki? Tadi cikgu terangkan kepada saya maksudnya sihat. Sebelum itu, kita perlu kenal dulu dengan cikgu kita sebentar tadi. Ayuh, sama-sama kita saksikan profil guru hari ini. Itu dia Cikgu Nur Sahayu dengan 12 tahun pengalaman mengajar dan juga mempelajari bahasa Jepun di negara Jepun iaitu di daerah Chiba. Hebat Cikgu Nur Sahayu ni. Ayu sensei, o genki desu ka? Hai, okage sama dek genki desu. Itu dia. Kak Yuyu nak sambung panjang memang tak mampulah. Jadi kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini Cikgu. Silakan Ayu sensei. Hai, minasan konnichiwa. Watashi wa Noru Sahayu to moshimasu. Ayu sensei to yonde kudasai. Kyou wa issho ni nihongo o benkyou shimashou. Hai. Ie ni mite iru hito wa dou desu ka? 1時間で一緒に日本語を頑張って勉強しましょうね。今日は私一人しかいませんか？そうではありません。今日はマクタスタアブバカの生徒も来ています。みんなは Google Meet でオンライン授業をしています。それは誰ですか？ムケシャさんとハフィゾーさんとデニアさんとロランドさんです。はい、皆さん、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、皆さん、今日はお元気ですか？はい、ムケシャさん、今日はお元気ですか？今日は元気ですね、先生。はい、ハビゾさんはどうですか？今日はお元気ですか？はい、元気です。はい、デニアさんはどうですか？今日はお元気ですか？はい、私も元気です。はい、ロレンさんはどうですか？お元気ですか？はい、私も元気です。はい、今日は元気というテーマを一緒に勉強しましょう。はい、一緒に健康チェックを見てみましょうか。はい、ムケシャさん、今朝何時に起きましたか？今朝午前4時に起きました。はい、もう一回答えを繰り返してください。今朝何時に起きましたか？今朝午前4時に起きます。はい、午前4時に起きます。早いですね、ハフィズさん。今朝起きてから朝ごはんを食べましたか？はい、今朝起きてから朝ごはんを食べましたか？ハフィズさん。はい、聞こえません。はい、食べました。はい、何を食べましたか？ナシラマを食べました。あ、そうですか。はい、次はロランドさん。今朝何を飲みましたか？コーヒーを飲みました。コーヒーを飲みました。はい、デニアさん、果物が好きですか？はい、果物が大好きです。はい、好きな果物は何ですか？私はスイカが好きです。あ、そうですか。私もスイカが好きですよ。はい、今日のテーマは元気です。
はい、授業の目標は3つあります。1番目はテキストを読み、テキストを理解を示します。2番目は与えられた写真に基づいて簡単な文を作成します。3番目は興味のある話題を尋ねたり意見を述べたりします。はい、勉強する前に読む練習を復習しましょう。はい、ムケシャさん、文を読んでください。はい、私は週に3回運動をします。父と近くにあるジムに通っています。そして土曜日だけバドミントンをします。先週テストがあったからバドミントンしかしなかったです。でも来週はバドミントンの試合がありますからジムは行くことができません。はい、ジムは行くことができません。はい、よくできました。じゃあ皆さん、この文章を理解ができるかどうか一緒に確認しましょう。その時問題1を見てください。作文を基づいて答えてください。週に何回運動をしますか？週に何回運動をしますか？ロレンさん。週に3回運動をします。はい、じゃあ答えを確認しましょう。はい、そうですね、週に3回運動をします。はい、次の問題、問題に、来週なぜジムへ行くことができないのですか？ダニエルさん、どうぞ。来週なぜジムへ行くことができないのですか？来週バドミントン、先生すみません、もう一回ください。はい、来週なぜジムへ行くことができないのですか？練習はバドミントンの試合がありますからジムへ行くことができません。あ、そうですか。じゃあ答えを確認しましょう。はい、バドミントンの試合がありますからジムは行くことができません。じゃあ皆さん、よく読むことができますし、また答えもできました。よ、本当に素晴らしいです。はい、begitulah pembelajaran kita untuk slot yang pertama hari ini, Yuyu Sang. Itu dia, Ayu Sensei. Jadi cikgu telah pun menyenaraikan bersama murid-murid senarai-senarai amalan gaya hidup sihat. Banyak lagi yang kita nak belajar selepas ini. Jangan ke mana-mana, Didik TV KPM. TV KPM. Anda menonton Didik TV KPM hari ini, mata pelajaran Bahasa Jepun Tingkatan 5 dengan subtopik Genki. Dan guru yang mengajar pada hari ini adalah Cikgu Nur Sahayu Hamzah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 9 Shah Alam, dan murid-murid pula dari SMK, bukan, daripada Maktab Sultan Abu Bakar, Johor Bahru, Johor. Itu dia gabungan Selangor dan Johor belajar Bahasa Jepun hari ini. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan cerita tentang pemakanan seimbang. Kak Yuyu kena tanya cikgu ni. Ayu Sensei, silakan. Hai, suzuki mashou. Minasan, genki ni naru tame ni kanarazu eiyo baransu ga yoi tabemono o tabenakereba narimasen. Naze eiyo baransu ga daiji na no ka? Gamen o mite kudasai. Genki ni naru tame ni karada ga必要な分を取れなければなりません。はい、栄養バランスは何ですか？栄養バランスはマレー語でヌトリシスインバンです。はい、次の栄養バランスの内容は何ですか？エネルギーになるものと、体を作るもとと、体の調子を良くするものです。
はい、それは何ですか？火を見てください。エネルギーになるものは黄色の中にちゃんと書いてあります。それは何ですか？ムケシャさん。それは芋です。はい、芋ですか？そうですね、これは芋ですね。芋とジャガイモですかね。あ、すみません、こっちですか？はい、次は何かありますか？ロランドさんですね。はい、どうぞ。次はご飯があります。そうですね、ご飯。はい、次はデニスさん、どうですか？エネルギーになるものは何ですか？パンですね。そうですね、パンですね。はい、最後はハフィズさん、どうぞ。最後は麺があります。はい、麺があります。じゃあ確認しましょう。はい、ご飯、また芋の種類ですね。で、パン、最後は麺。よくできました。はい、次の画面を見てください。体を作る元の食べ物は何ですかね？赤い表の中に書いてありますので、はい、どうぞ。デニエルさん、何ですか？何かありますか？はい、まずは肉があります。そうですね、肉があります。はい、肉はいろいろな肉ですね。鶏肉と牛肉も体を作るもので、作るもとです。はい、ハフィゾさん、どうですか？ミルクがあります。そうですね、ミルクもあります。そしてムケシャさんはどうですか？卵があります。卵。はい、卵。はい、次はデニエルさん、どうですか？そして魚もあります。そう、魚もあります。はい、最後はこれは何ですか？ロランドさん、はい、お願いします。最後は大豆です。大豆ですね。じゃあ答えを確認しましょう。はい、肉の種類、ミルク、魚、卵と大豆。じゃあ皆さん、ベジタリアンの人たちは牛肉や鶏肉や魚など食べないですね。みんなはそちらの種類は食べません。その時はどうしますか？ムケシャさん。先生、向いてください。はい、ベジタリアンの人たちは鶏肉や牛肉や魚などを食べません。その時は何をしますか？何を食べますか？体を作るもとのためですね。肉を食べます。はい、ベジタリアンの人は肉を食べません。ハフィズさん、どうですか？ミルクと大豆ですか？はい、ミルクと大豆をたくさん取ってください。ベジタリアンの人たちはお肉は食べてはいけませんですかね。はい、じゃあ次のスライドを見てみましょう。体の調子を良くするもの、あるいは体の調子を整えるものですね。それは何ですか？緑の表の中に書いてありますので、はい、どうぞ。デニエルさん。あ、先生、すみません。どっちですか？はい、緑の色の中に何がありますか？レタスがあります。はい、レタスがあります。はい、ハフィズさんはどうですか？人参があります。そう、人参があります。ムケシャさんはどうですか？いちごあります。はい、いちごがあります。ロランドさんはどうですか？かぼちゃがあります。はい、それは何ですか？それは野菜と果物の種類です。
はい、一皿の中にたくさん体の調子を良くする食べ物はたくさん食べてもいいですよ。一品でも二品でも三品でも食べても OK です。はい、じゃあ皆さん、今日は一皿の栄養バランスな良い食べ物を準備しておきませんか？はい、一皿の栄養バランスな食べ物は今日は準備しておきませんか？今日は昼ご飯とか晩ご飯とか朝ご飯でも OK ですよ。必ず3つの種類をちゃんと入れておきます。それは必ずエネルギーになるものと体を作るものと体の調子を良くするものを入れてください。はい、どうぞ。Maksudnya perlu ada sumber karbohidrat, protein dan juga sayur-sayuran ke cikgu. Hai. Ja, ie ni miteiru seto san mo chanto yatte mite kudasai. Hai, minasan, mo junbi ga dekimashita ka? Hai, atau mo sukoshi desu ka ne? Jadi ketika ini murid-murid telah diminta oleh Ayu Sensei untuk melukiskan apakah bentuk makanan seimbang ataupun Ayu Baransu. Betul ke? Betul. Ayu Baransu. Hai, sekai desu. Oh, itu dia percubaan ya. Jadi sementara kita menantikan murid-murid ini, mungkin cikgu boleh jelaskan dalam bahasa Melayu sedikit saja tentang pemakanan seimbang yang telah dijelaskan sebentar saja tadi. Hai, baiklah. Di dalam ini terkandung bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis makanan yang perlu diambil dalam satu pinggan makanan. Sebagai contoh, untuk tenaga, mereka memerlukan salah satu daripada nasi apa ataupun roti ataupun juga jenis-jenis kentanglah. Dan untuk protein, sayur, daging-daging dan juga susu dan juga soya. Dan akhir sekali, untuk memberikan badan kita lebih sihat, memerlukan kita banyak makan makanan yang mengandungi sayur dan juga buah-buahan. Itu okay. Dia. Jadi cikgu, murid-murid masa telah tamat ke? Hai, ja, minasan, dekimashita ka? Hai, dekimashita. Ja, Hafizo-san kara, dozo. 発表してください。はい、見ますか、はい？はい、見えますよ。はい、どうぞ。はい。はじめまして、こんにちは。私はハビゾリです。今日は昼ご飯について発表したと思います。これは私の昼ご飯です。昼ご飯の中にはご飯と鶏肉とブロッコリーと野菜スープとスイカがあります。こちらの一皿はとても栄養バランスの食べ物です。ご飯はエネルギーになるもので、鶏肉は体を作るものです。最後はブロッコリーと野菜スープとスイカは体の調子を良くするものです。はい、これで以上です。はい、よくできました。じゃあ3つ星をあげますよ。はい、ムケシャさんどうですか？はい、こんにちは皆さん、私はムケシャクマです。はい。ナシルマ。私の、いえ、はい、そうですね。私の朝ごはんはナシルマです。ナシルマはマレーシアの伝統的な食べ物です。ナシルマはご飯があります。キュウリがあります。Terpadam screen. Boleh tolong? Baik, teruskan. はい。ナシルマはご飯があります。キュウリがあります。卵もあります。ご飯はエネルギーになるものや、卵は体を映るものです。美味しそう。それで以上です。はい、はい、はい、次はロランさんどうぞ。はい、先生ありがとうございます。先生見ますか？はい、見えますよ。はい、こんにちは、ロランドです。はい。皆さん、パスタを食べたことがありますか？これは
私の作ったパスタです。あ、偉い。自分で作ったパスタですよ。はい、どうぞ。とっても美味しくて元気な晩ご飯でした。はい。パスタの中にはパスタの麺や人参やトマトや肉などがあります。これで以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、次はデニーさんどうぞ。はい。見えますか？はい。はい、お願いします。皆さん、こんにちは。ダニーと申します。今からバランスの食べ物を発表したいと思います。まず、ご飯や卵やサーモンという魚もあります。そして、野菜と果物があります。エネルギーになるものや体を作るもとになるものや体の調子を良くするものもあります。飲み物はミルクでとってもバランスの飲み物ですね。これで以上です。聞いてくれてありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当に良かったですね。はい、皆さん、それは先生の今朝食べた朝ごはんですよ。ご飯とお魚と野菜スープと果物もあります。じゃあ皆さん元気になるために必ず毎日毎日栄養バランスの良い食べ物をたくさん食べてください。1日は3食必ず食べなきゃいけないです。はい。じゃあ皆さん今回の文型パターンはだけとしか何々ませんです。今回の文型パターンはだけとしか何々ませんです。はい、それで一緒にビデオを見てちゃんと聞いてください。ページだけ。それでは今日の授業はこれで終わります。あ、先生、宿題はありますか？そうでしたね。今週の宿題は漢字プリントです。漢字プリントだけですか？はい、漢字プリントだけです。ではまた来週お会いしましょう。さようなら。例にだけ。すみません、注文してもいいですか？はい、いいですよ。ミロアイスを一つください。はい、食べ物は何にしますか？ナシゴレアヤムをください。はい、ナシゴレアヤムだけでいいですか？はい、それだけでいいです。はい、かしこまりました。はい、123。 A3 しか何々ない。あ、皆さん、おはようございます。今日は眠そうですね。ライカさん、おはようございます。はい、すごく眠たいです。昨日はテストの勉強をしていました。4時間しか寝てないです。あ、そうですか。私も4時間しか寝てないです。今回のテストは難しそうですね。そうですね、テスト頑張りましょう。頑張りましょう。04しか何々ません。あ、すいません、この場所へ行きたいです。どうすればこの場所へ行けますか？この場所はすごく近いですよ。グラボを使って5分ぐらいで行くことができますよ。あ、そうですか。歩いて行くことはできますか？いいえ、できません。歩道がないので車しか行けません。あ、そうですか。わかりました。ありがとうございます。あ、jelas tak?Ayu Sensei dah ajar tentang pemakanan seimbang. Murid-murid pun dah faham. Daripada video itu sendiri pun kita dah faham soal pemakanan seimbang. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi kita nak belajar selepas ini di DTV KPM.
TV KPM. Hello, hello. Masih lagi dalam kelas mata pelajaran Bahasa Jepun tingkatan 5 dengan subtopik Genki. Untuk segmen kali ini kita akan belajar tentang bunpo. Kak Yuyu pun cuba sebut dengan betul bunpo atau dalam bahasa Malaysianya tata bahasa. Jadi cikgu Ayu ataupun Ayu Sensei akan mengajar murid-murid bagaimana untuk menghubungkan perkataan-perkataan menjadi satu ayat yang cantik. Kita teruskan dengan pembelajaran pada hari ini. Silakan Ayu Sensei. Hai, Suzuki Masho. Hai, minasan, video o mite kara dou desu ka? ちゃんと理解できますか？はい。画面を見てください。だけ。だけはいつ使いますか？だけは限定を表します。だけはいつ使いますか？だけは限定を表します。はい。だけの前に必ず名詞や数量詞を使って文を作ってください。はい。じゃあ皆さん画面を見てください。デニエルさん、この漢字は読みますか？すみません。読めます。読めませんです。はい、読めません。はい、ハフィズさん、この漢字は書くことができますか？はい、先生、すみません。漢字は書きません。漢字は書くことができません。そうですね。じゃあこれはどうですか、ムケシャさん。この字を読むことができますか。これは何ですか。これはひらがなです。はい、ひらがなですね。ちゃんとひらがなの字で書いております。はい、その時は、はい、どうぞ読んでください。これは何ですか？この字は読んでください。何ですか？きれい。はい、きれいですね。はい、きれいは何ですか？マレー語で。ローランさん、きれいはマレー語で何ですか？きれいはマレー語でチャンティ。はい、チャンティです。きれいは異教師ですか？泣き教師ですか？デニアさん。きれいは。なけよしですね。はい、正解、よくできました。そうですね、その時はどうやってこの文を表しますか。ひらがなだけ読むことができます。ひらがなだけ読むことができます。はい、名詞プラスだけは、はい、文を見てください。ひらがなだけ読むことができます。その時はその前は漢字は読むことができません。漢字も書くことができません。その時は限定が表すためにだけを使ってください。ひらがなだけ読むことができます。名詞はどれですか、デニアさん。名詞は、はい、名詞はひらがなです。はい、確認しましょう。正解。名詞はひらがなですね。はい、次の例を見てください。今回はだけは、だけの前に数量詞を使います。はい、昨日はね、先生はとても忙しかったです。ですから、昨日10分だけ運動をしました。昨日10分だけ運動をしました。数量詞はどれですか、ハフィズさん。数量詞は、10分ですね。10分ですかね。じゃあ確認しましょう。はい、正解。じゃあ皆さん、だけは必ず、だけの前に必ず名詞や数量詞を使って文を作ってください。はい、次の練習1を見てください。皆さん、これは日本語の遊び物です。はい、ハフィゾさん、これは何ですか？知ってますか？はい、知っています。はい、これはですね。はい、羽子板ですね。はい、これはどうですか？すみません、先生。知っていません。知りません。はい、はい、そうですか。はい、じゃあこれは何ですか？ハフィズさん、知ってますか？知
知りません先生。あ、知りません。その時、はい、これは何ですか？もう一回。すいません。ハゴイタ。ハゴイタ。その時、文を名詞を使ってだけをだけ名詞プラスだけを使って文を作ってください。はい。はい。ハゴイタだけです。あ、はい。日本の遊び物は知っていますか、ハフィゾさん。もう一回お願いします。はい、ハゴイタだけです。はい、そうですね。ハゴイタだけです。その時は限定がありますから、囲碁もわからないし、また、けん玉もわかりません。はい、いいですか？はい、練習2を見てください。数量詞プラスだけです。はい、皆さん、けん玉は何人やりますか？ムキシャさん。けん玉は一人だけやります。そうですね。けん玉は一人だけやります。一人だけやります。囲碁は何人やりますか？デニアさん。囲碁は二人だけやります。はい、次はハゴイタは何人やりますか、ロランさん。ハゴイタ二人だけやります。はい、正解。けん玉は一人だけやります。囲碁は二人だけやります。ハゴイタは二人だけやります。はい、よくできました。はい、次の文化パターンはしか何々ません。あるいはしか何々ないです。名詞や数量詞の後について物事が限定的であることを表します。はい。じゃあ、果物はあまり好きではありません。先生はね、果物はあまり好きではありません。リンゴしか食べません。ということで、リンゴだけ食べます。はい、いいですか？果物はあまり好きではありません。リンゴだけ食べません。ということは、先生はリンゴだけ食べます。はい、名詞はリンゴですね。はい、例3。今回の試験で満点は一人しかいなかったです。数量詞はどれですか、ハフィズさん。数量詞は一人です。はい、一人ですか？確認しましょう。はい、正解。数量詞は一人です。はい、皆さん、ここまでは大丈夫ですか？はい、大丈夫。大丈夫ですか？はい、家に見ている生徒さんはどうですか？大丈夫ですか？じゃあ、練習を見てください。練習3。名詞プラスしか何々ません。日本の遊び物は知っていますか、ハフィゾさん。日本の遊び物をハグイタしか知りません。はい、日本の遊び物は、あるいは日本の遊び物が、すみません、日本の、すみません。はい、日本の遊び物はハグイタしか知りません。日本の遊び物はハゴイタしか知りません。はい、OK です。はい、次、練習3。数量詞プラスしかありません。ハゴイタは何人やりますか、デニアさん。ハゴイタは2人しかやりません。はい、そうですね。ハゴイタは2人しかやりません。はい、ムケシャさん。けん玉は何人やりますか？けん玉は一人しかやりません。はい、そうですね。ハゴイタは二人しかやりません。あるいはけん玉は一人しかやりません。はい、よくできました。じゃあ皆さん、だけとしか何々ませんはどう違いますか？文を見てください。お水は半分だけあります。はい、お水は半分だけあります。お水は半分だけありません。
お水は半分だけありません。はい、次の文を見てください。お水は半分しかありません。お水は半分しかありません。だけは、だけを使った文は固定形あるいは否定形を作ることができます。一方でしか何々ません。常に否定形を取ります。はい、次の練習を見てください。財布の中には50リンゲと何々です。じゃあ皆さん、パターン文型だけあるいはしか何々ませんを使って文を作成してください。ハフィゾさんどうぞ。財布の中には50リンゲとだけあります。はい、正解。その時は三つ星をあげますよ。はい、三つ星をあげますよ。はい、じゃあフィゾさんもう一回お願いします。はい、財布の中には5リンギットだけあります。はい、いいですね、よくできました。はい、次の練習を見てください。はい、デニエルさんどうですか。最初に文を読んでください。テストまであと10分だけあります。はい、テストまであと10分だけあります。はい、正解。ムケシャさんどうですか。しか何々ませんのパターン文型を使ってみてください。テストまであと10分しかありません。はい、正解。両方も2人とも三つ星をあげますよ。はい、次の練習を見てください。練習7。はい、困りますね、トイレットペーパーはなくなりそうですね。はい、じゃあローランさん はい、どうぞ文を作ってみてください。トイレットペーパーが少しだけあります。はい、もう一回お願いします。はい、トイレットペーパーが少しだけあります。はい、次のパターン文型はムケシャさんどうぞ。トイレットペーパーが少ししかありません。よくできました、えらいですね。じゃあ2人とも三つ星をあげますよ。はい、次の練習を見てください。練習8。はい、皆さん今いくらぐらい持っていますか。ハフィゾさん、はい、どうぞ。今300円だけあります。はい、じゃあ質問文を聞いてください。今いくらぐらい持っていますか。お金はいくら持っていますか。はい、ハフィゾさん。先生ちょっと。はい、じゃあムケシャさんどうぞ。今いくら持っていますか。すみません先生ちょっとはい、じゃあデミューさんどうですか。今いくら持っていますか。お金はいくら持っていますか。今300しかありません。はい、300しか持ちません。持っていますの持つ。はい、いいですか。はい、持ちます、持つ。はい、持っています、持ちません。はい、じゃあ次はだけの文型パターンを使ってください。ローレンさん、今はいくら持ってますか。今300だけ持っています。はい、正解。はい、その時はローランさん、はい、三つ星をあげますよ。他の人は惜しい、あともう少し頑張ってください。じゃあ次の質問文を見てください。はい、どうぞハフィゾさん。どっちでもだけかしか何々ませんのパターン文型を使っても OK ですよ。はい、どうぞハフィゾさん。マリスさんはフランス語だけ話します。はい、正解。三つ星はい、どうぞムケシャさん。はい、ハオミンさんは
中国語しか話しません。はい、いいですね。よくできました。はい、デニスさんはどうぞ。私はフランス語だけ話します。えらい。はい、皆さん全員よくできました。三つ星をあげますよ。おめでとうございます。Itu dia. Saya kira semua murid dapat menghubungkan perkataan-perkataan dan mencipta ayat dan semua mereka telah diberi bintang oleh Ayu Sensei sebentar tadi. Mungkin Cikgu Ayu boleh terangkan sedikit kepada mungkin penonton-penonton yang berbahasa Melayu dan cuba mempelajari bahasa Jepun, apa agaknya intipati sebentar tadi? Okey, sebentar tadi kita mempelajari dua bentuk ayat iaitu penggunaan daket dan shika arimasen. Daket dan shika arimasen mempunyai maksud yang sama, iaitu yang hampir sama, iaitu hanya. Okey, jadi penggunaan daket boleh digunakan dalam keadaan yang negatif dan positif, manakala untuk shika nani-nani masen wa hanya digunakan untuk dalam situasi yang negatif sahaja di belakang penghujung ayatnya. Oh, itu dia. Cikgu Ayu boleh menjelaskan dalam bahasa Malaysia dengan baik dan juga bahasa Jepun dengan baik. Saya kira banyak telah dipelajari sebentar tadi. Kembali lagi selepas ini di TV KPM. TV KPM. Banyak yang kita telah pelajari daripada senarai amalan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang dan juga cara mencantumkan perkataan-perkataan menjadi ayat dengan menggunakan tata bahasa yang betul. Jadi, mestilah ada challenge. Apakah itu challenge? Iaitu cabaran. Kita mesti cabar murid-murid ini adakah mereka benar-benar faham. Dan siapa agaknya orang yang paling tepat untuk mencabar murid-murid ini? Pastilah Ayu Sensei, guru bahasa Jepun mereka. Silakan Cikgu Ayu. Hai, suzukimashou. Hai, minasan. Dou desu ka? Mada daijoubu desu ka? Hai, konkai no chitsumon wa motto muzukashii kamoshiremasen ga, kitto dekiru to omoimasu. Hai, gamen o mite kudasai. Challenge 1. Hai, Daniel-san, saki ni dozo bun o yonde kudasai. Bun dake de yonde kudasai. Hokke ga jouzu ni naru tame ni mainichi. はい、ま、ホッケが上手になるために毎日何々何々です。はい、じゃあ今皆さんだけかしか何々ませんか使って文を作成してください。はい、どうぞロランさんお願いします。先生すみません、もう一回ください。はい、じゃあどうぞロランさんお願いします。文を作成してください。だけか、あるいはしか、何々ませんのパターンを使っても OK ですよ。どっちでも OK。はい、はい、どうぞ。はい。ホッケが上手になるために、毎日練習だけをします。はい、いいですね。よくできました。素晴らしい。ホッケが上手になるために、毎日練習だけをします。実際は日本語を上手になるためにもちゃんと毎日勉強をしてくださいね。はい、次の練習を見てください。チャレンジ2。はい、ムケシャさんは A さんになってください。ハフィゾさんは B さんになってください。はい、どうぞ。はい、先生コピーを読みますか、読みませんか。はい、コピーですか。コーヒー。はい、お願いします。コーヒー。はい、コーヒーを、もう一回。コーヒーを読みませんか。読みますか。お客者さん、コーヒーを、コーヒーを、ごめんいえいえいえ大丈夫ですよ。飲みませんか。はいはい、もう一回お願いします。コーヒーを飲みませんか。
はい、ハピゾさんどうぞ。はい、お願いします。砂糖を入れますか？砂糖3個だけいいです。はい、砂糖は3個だけでいいです。はい、いいですね。1個、2個、3個。はい、正解よくできました。3つ星をあげますよ、2人とも。はい、次はチャレンジさん。はい、デニューさんどうぞ。健康のために毎日運動だけします。はい、健康のために毎日運動だけをします。はい、三つ星をあげますよ、よくできました。はい、次チャレンジ4、ロランさんは A さんになってください。ハフィゾさんは B さんになってください。はい、お願いします。はい、体重が増えてきたよ、どうすればいいのか。はい、ハフィゾさんどうぞ。体重が増えてきたよ。はい、はい、野菜と果物だけ食べます。はい、これから野菜と果物だけ食べます。はい、苦しいですね。私もこれから野菜と果物だけ食べます。頑張ります。はい、チャレンジ5、チャレンジ5もっと難しい並べ替えの問題です。はい、皆さん正しい答えはちゃんとここに書いてあります。最初は1から5まで読んでください。ムケシャさんどうぞ。あ、すみません先生、もう一回言ってください。はい、1から5まで読んでください。はい、どうぞ。でも雨が降ってきたのでサッカーしかできませんでした。はい、じゃあ2番はハフィズさんに呼んでください。お願いします。はい、そして私は友達とカフェへ行きました。はい、3番、あ、デニーさんどうぞ。私はミロアイスだけ飲んで帰りました。はい、4番ローレンさんどうぞ。はい、昨日電気が良かったので友達と公園へ行きました。はい、家にいるの生徒たち一緒に私と読みましょうか。私は友達といろいろなことをやりたかったです。はい、じゃあ今からどうぞ順番を並べてください。正しい順番を並べてください。はい、1番は3番の中にちゃんと書いてあります。はい、どうぞ皆さん1分で。はい、家にいる生徒たちも、はい、どうぞやってみてください。並び替えしてください。itu dia pembelajaran dan cabaran yang telah diberikan oleh murid-murid kita. Teruskan lagi cikgu. はい、じゃあ皆さんどうですか？もうできましたか？はい、できました。はい、正しい答えを、はい、テレビに見せてください。はい、画面に見せてください。はい、どうぞどうぞ。はい、ムケシャさん。はい、はい。あ、そう、はい、じゃあ確認しましょうか。はい、ハフィズさん。はい、順番を言ってください。順番を言ってください。4？ 順番だけ。はい、4番。はい、順番、はい、言ってください。はい、言ってください。4番、5番、1番、2番、3番。はい、じゃあ確認しましょう。はい、4番、5番、1番、2番と3番。じゃあ皆さんもう1回見せてください。もう1回お願いします。はい、ハフィゾさんおめでとうございます。ムキシャさんもおめでとうございます。ローレンさんおめでとうございます。デニューさんおめでとうございます。みんなはよくできました。全員三つ星をあげますよ。おめでとうございます。じゃあ皆さん、今日は何を勉強しましたか？家の生徒たちも今日は何を勉強しましたか？ムケシャさんから、はい、どうぞ。
そうですね。今日私はたくさん質問を答えました。それが楽しかったですね。はい、いいですね。はい、勉強しになりました。はい、勉強になりました。はい、じゃあロレンさんはどうですか。今日何を勉強しましたか。文法を勉強しました、ね。はい、文法を勉強しました。はい、ハフィゾさんはどうですか。はい、いろいろな新しい言葉は勉強しました。はい。例えば、はい、かぼちゃとバランスとエネルギーです。はい、いいですね。じゃあ皆さん、今日は勉強したことはテキストを読み、テキストの理解を示した。2番目は与えられた写真に基づいて簡単な文を作成することができました。最後は興味のある話題に尋ねたり、意見を述べたりしました。今日は本当にお疲れ様でした。Itu dia, kita dah dengar rumusan daripada murid-murid. Setiap seorang daripada mereka telah menyatakan apa yang telah dipelajari. Kemudian Ayu Sensei sendiri juga telah memberi rumusan. Kita nak tahu, kalau tadi Cikgu Ayu dah buat begini-begini tadi, bagaimana dengan penaksiran pembelajaran pada hari ini, Cikgu? Mitsuboshi. Oh, itu dia. Memang semuanya mendapat bintang penuh ya pada hari ini. Ya, betul. Tahniah diucapkan kepada murid-murid. Jadi, Cikgu Ayu, mungkin sedikit dalam bahasa Malaysia, jika boleh diterangkan oleh pelajar-pelajar di luar sana, apa agaknya rumusan Cikgu terangkan di dalam bahasa Jepun sebentar tadi? Okey, kita terangkan aktiviti pembelajaran kita hari ini yang mana murid boleh membina ayat dan memberi pendapat sendiri mengenai tajuk yang dipelajari. Jadi, murid-murid yang sedang menonton di TV KPM boleh juga mendapatkan bahan-bahan sokongan pembelajaran daripada My Sumberku. Betul kan, Ayu Sensei? Hai, betul. Okay, kata-kata akhir Cikgu. Hai, minasan. Hai, kochira no shiryo ya. PowerPoint など、スムークのウェブサイトで載せてありますので、ぜひこれから使ってみてください。Itu dia daripada Cikgu Ayu dalam bahasa Jepun. Kalau Kak Yuyu bercakap dalam bahasa Malaysia, Cikgu Ayu menerangkannya dalam bahasa Jepun. Terima kasih banyak Cikgu Ayu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada murid-murid yang berada di sini. Hafizul-san, Lambai, Roland-san, Kimuke-san dan Daniel-san.Terima kasih banyak-banyak kerana menyertai kelas pembelajaran Bahasa Jepun pada hari ini. Saya kira itu saja untuk pembelajaran pada kali ini. Jangan ke mana-mana, jangan pergi ke mana-mana. Didik TV KPM, sayonara.